レッツ大口博歯歯科クリニック。についてのお話をさせていただきますね。前回は口の中に入り込む病原体を防御して病気の発症を未然に防ぎ、 IgA 抗体について解説させていただきましたね。 IgA 抗体が多ければ多いほど良くなるんです。そして IgA 抗体を増やす方法と増えた IgA 抗体を維持する方法について概要欄に記載しておきましたので、そちらの動画をご視聴くださいね。それでは本日のお話です。唾液に含まれている成分に IgA 抗体、細胞老化を防ぐラクトフェリン、粘膜保護成分ムチンがあることは前回の動画で解説させていただきましたね。今回は細胞の老化を防ぐラクトフェリンについて解説させていただきます。ラクトフェリンとは感染予防に必要な成分なんです。母乳、涙、唾液、血液、粘液などの分泌液に含まれる糖タンパク質なんです。特に人の母乳の初乳に多く含まれています。ラクトフェリンは乳児におけるウイルスや細菌感染を防ぐ上でとても重要な成分なんです。ところで腸内細菌と口腔細菌の関連性についての研究発表が多々されていますが、そこには唾液が大きく関与しているんです。前回の IgA 抗体は B240 という乳酸菌を食べ物や飲み物から取ることで小腸が刺激を受けて、それをきっかけとして抗体数が増えるということを解説させていきましたね。体全体の IgA 抗体が増えた結果、口の中の IgA 抗体が増えるというメカニズムなんです。口の中の細菌とお腹の細菌の関連性があるなんてそんなことはないと思うでしょうが、実はあるんです。人間もですよ、もともとは原生動物から進化したのということが分かっております。原生動物は簡単に説明しますと、体に1本の管が通っているだけのシンプルなものなんですね。つまり口も胃も腸も全て太古の時代は同じ1本の管だったんですよ。そのために口の中の細菌と腸の中の細菌はですよ、同じだと言えるんですね。ラクトフェリンは細菌感染を防御することの他に、ストレスや薬物から老化による腸内細菌層の乱れを防ぐという作用もあるんです。ラクトフェリンは腸内の善玉菌を増やして悪玉菌を抑制するという効果があると言われているんです。つまり健康増進と維持には欠かせない成分であることをご理解していただけると思います。そしてこのラクトフェリンが多い唾液が良質な唾液ということになるんですね。それではラクトフェリンを増やす方法について解説させていただきますね。ラクトフェリンは牛乳に多く含まれている成分なんですが、熱と衝撃に弱いため市販されている牛乳ではほとんどが破壊されて微量しか含まれていないんですね。乳製品の中でも65度 C 30分以上の加熱処理をしたいもの、ヨーグルトやナチュラルチーズなどには多く含まれているとされています。食品によってはラクトフェリンが含まれていることが記載されているのを見かけるようになりましたね。それらを摂るのも良いかと思うんですよ。またサプリメントで摂取する方法もあるんです。ラクトフェリンについてはネットで多く紹介されていますので、ご興味のある方はぜひ検索してみてくださいね。今回の話はここまでです。
次回も良質な唾液について解説させていただきますね。チャンネル登録と高評価をぜひぜひお願いいたします。